地元でお世話になってます藤川元一でございます。どうもおはようございます。どうもよろしくお願いします。またお世話になります。ありがとうございます。頑張ってください。頑張らないかんよ。はい、頑張ります。あ、おめでとうございます。今ね、ちょっとグータッチだったね。ごめんなさいね。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。またよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いただきます。森マックが、頑張ります。頑張ります。頑張ります。おはようございます。頑張ってください。政治は国民のためにある。政治の使命は国民の命と暮らしを守ることである。私古川元久はこの当たり前の政治を実現する、そのために政治家を目指しました。国民の皆さんの命と暮らしが脅かされるのは今のこの長引くコロナ禍のようなまさに危機が来た時であります。弱い立場にある人たち、中小零細企業や今日お店を出していらっしゃるような店員の皆さんや、あるいは非正規で働く皆さんや、あるいは女性、子供、そうした弱い立場の人たちが危機が来た時には最もそのしわ寄せ、そして被害を受けます。そうした危機が来た時でもしっかり人々の命を暮らしを支える、それが政治の使命であります。政府のコロナ対策前に進める、先手先手の対策を打っていく、そうした状況をぜひ作り上げてまいりたいと思っています。このコロナ禍を一日も早く収束をさせて、そしてコロナ前の当たり前の普通の日常生活、友達とご飯が食べられる、そしていろんな行事、イベント、そうしたものが普通にできる、人が集える、今日この道のように多くの人たちが集まって、そして集えるような当たり前の日常、当たり前の暮らしを一日も早く取り戻す、そのために必要な政策は、ありがとうございます、を思い切って打っていく、その覚悟で歩んでまいりたいと思います。どうか、おとといから始まりました総選挙、ぜひ皆様方の一票、私古川元久を今度の選挙でも国会に送っていただきますように、何卒よろしくお願い申し上げます。